皆さんこんにちは田中雅です前回は盲点スコートーマーの話をしましたが今回は光、特に可視光線の話をしていきますそもそも光とは何かというと物理現象としては電磁波の一種ですねで電磁波というのは何かというとエネルギーがこう振動しながら進んでいくとてつもない速さで進んでいく物理現象のことを言っていますで、このエネルギーが一回振動する間に進む 距離のことを波長と言っています波の長さですねで、この電磁波の中でもその波長が約380から780ナノメートルと呼ばれているその範囲の電磁波のことを可視光線と呼んでいますなぜかというとその波長の長さの範囲にある電磁波を私たちの目がキャッチすることができるそこに感度を持っているということですね まさに私たちが視覚で捉えることができる見ることができるというので可視光線といいううふうに呼んでいますで、まあ、その可視光線の中っていうのがどうなっているかっていうのを少し見ていくとその波長の中でもより長い可視光線の中でも長いところが赤色になってきます。で反対により波長が短い え電磁波のののの部部分分その可視光線の部分っていうのが紫色になってくるわけですね。でまあ赤い色よりさらに波長が長くなってくると今度は赤外線と呼ばれて熱ですよね、えー、何か赤外線って聞いた時に何か少し体を温めるようなものを想像するかもしれません。でさらに波長が長くなってくると今度は電磁波としては。 えー、AM とか FM とか無線とかそういう通信に使われるそういった電磁波になってきます。で逆に、えー、紫色よりさらに波長が短い光、まあ電磁波ってなってくるとそれは紫外線ですよね。夏とかに海行くと私たちのこうあの肌をまあ焼いてしまう、えー、まあ殺菌作用とかもありますけどそういう、えー、電磁波になってくるわけです。でさらに、えー その紫外線より短くなった波長が短い電磁波っていうのは X 線だったりガンマ線だったりということで、まあ、放射線とかレンントゲンに使われるようなそういうたくさん電磁波としては、えー、グラデーションでいろんな波長の波があるわけですけれどもその中でもある特定の380か780ナノメートルっていうすごく限られた範囲の電磁波 に対して私たちの目は感度を持っているっているとうことなんですねでその中でも、まあ、その中がさらにグラデーションになって赤から紫という色に分かれているでこれは白色白い光っていうものをスペクトル何かこうガラスを通じて分解するとそういう赤から紫までのいろんな色が見えてくる。逆にすべての その赤から紫までの波長をまんべんなく含んでいるものが白色の光ととししてて私たちは認識いいるっていうことですね逆にこのスペクトルで分解するようなことが自然現象として起こるのが虹ですね雨のあととかにこう空気中に水分を多く含んだ大気によってこう太陽の白い光が分解されていろんな波長に その分解されたものを私たちが認識する知覚したときにそれは、えー、二次として見られるいろんな色とに色に分解された電磁波として見るっていうことですね。で、まあ、今回の話可視光線がの話っていうのがコーチングあるいは私たちのマインドの仕組みにどうつながってくるかあるいはどういうふうにマインドを上手に使っていくかっていうことに、えー、関連するかというと。 まあそもそも私たちはすごくこう物理現象の中でも限られた範囲の情報だけを使って世界を捉えているあるいはそういう情報を使って世界を推定している推測しているっていうことなんですね。っていうこといので、まあ、この世界自体っていうふうに感じてしまいますし実際それで普段はそれで何も問題はない。 日常生活に支障はないわけですけれどもこの見てる世界がそのまんま物理的な世界だっていうふうに思ってしまうとそれはすごく、うん、何か可能性を制限してしまう実際はあるのに見えていないだけ例えば放射線あの X 線とか使ってるわけですよねそれは見えてないだけであるわけです。で逆に無線の電波とととかかかあるいはラジオとかテレビ放送とかも同じような 目に見えなないいよよう波波長の電磁波を使ってて今実際動いているわけですよねもしかしたらそこまでの何か感度を持つような生き物であれば、うん、そこも何か視覚として捉えているかもしれないですねで実際、えーまあ、そこの、うん、無線で使われるようなものはちょっと置いておくとして可視光線に近い、えー、紫外線の部分っていうのは特に昆虫っていうのは紫外線に反応する。 そこを見えているっているううふうに言われています、まあ、一つ例を出すと例えばモンシロチョウっていうのは、えー、オスとメスで、まあ、人間からすると多少模様は違いますけどかなり似てる羽の、うん、模様だったり色を知ってますよねただ、えー、モンシロチョウの場合オスとメスで紫外線を吸収するか反射するかっていうのが異なっているので、まあ、あのおそらくモンシロチョウの中モンシロチョウの世界としては オスメスメ全く別の色として見えてるんですよね、まあ、そんな風に私たちはあくまで私たちの目が感度を持っている範囲の可視光線、まあ、電磁波ですね、まあ、見えてる範囲の電磁波っていうところだけを使って世界を切り取っているでもそれより範囲が広く感度を持っている生き物っていうものであればもう少し別の見え方がしているっていうことです。 それを踏まえると私たちが見ている世界っていうものが、えー、まず物理世界そのものではない限られたた情報をを使ってて私たちは世界を見ているそしてさらに限られた範囲の可視光線の中でも前回お話したようなスコトマがあったりあるいは何に集中しているかっていうのはうもう少し情報的な意識作用があってさらに情報が限られている。 そういういものすごく限られた範囲の情報だけを使って私たちは世界を認識しているっていう感覚があるといかにそれを超えていくかあるいはその見えてないところにえを見えるようにしていくかっていうそういう何かえ例えば虫を見かけた時とかあるいは外で色を見かけたり紫外線とか赤外線っていうまあそういうキーワードを見かけた時は。 あここは認識してないところなんだなっていうところを少し意識に挙げてみるとマインドの使い方がさらに上手になっていくかもしれません。